緑人相打革命。平野翔の魔法が天神を包み込む。街は平野翔の魔法で満ち溢れる。天神の異変。2024年5月1日、天神の街がまるで緑人の世界に包まれている。ある意味、平和的な乱入といった雰囲気が漂う中、至るところで見かける平野翔のお姿にワクワクする人々。 緑、緑のストリート、その名も心躍る食の祭典が幕を開けます。まるで夢のような18日間の始まりです。ここでは贅沢な人相だと美味しい料理を楽しむことができ、なんと最初の一杯は税込み220円というお得な価格で提供されます。この特別なイベントは対象店舗で開催され、 天神地区の飲食店が賑やかな雰囲気で参加しています。なんでこんな大規模なキャンペーンが通行人の声に隠れるのは興奮と驚きの気持ち。なぜなら本来個性的な飲料と知られる緑人が一気に天神の街を席巻しているからだ。そんな中心にいるのが人気俳優の平野翔 平野が緑人のイメージキャラクターを務めるこのキャンペーン、5月9日から18日までの期間限定で実施。緑人ソーダ一杯が税込み220円と破格の価格で提供されており、人革命を起こそうと意気込んでいるようだ。まさに、街は興奮に包まれています。人々は驚き、興奮し、喜びに満ちています。 何か変わったことが起こるかのように、天神は新たな息吹を感じさせます。そんな中、平野翔の名前がついているというだけで、ますます注目が集まります。ツイッター上では、人々がその感動を表現しています。彼らは、平野翔と緑人相談のハッシュタグを使って、このイベントを祝福し、共有しています。 その様子はまるでお祭りのようです。一人の人々がこの地域に新たなエネルギーと魅力をもたらしていることを示しています。この興奮に満ちた雰囲気の中で私も一人の参加者としてこのイベントに期待と興奮を感じています。天神の街がいつも以上に活気づいているのがわかります。新しい体験、新しい味、 そして、平野章の魅力に触れることができるなんて、これ以上の幸せはありません。そして、こうしたイベントが持つ意味は大きいです。地元の飲食店が活気づき、観光客も増えることで、地域経済にもプラスの影響を与えることが期待されます。また、文化やエンターテインメントの面でも、新しい風が吹き込まれることで、地域全体の魅力が高まるでしょう。 しかし、このようなイベントが長続きするかどうかは疑問です。一時的な興奮はあっても、持続的な魅力を保つためには、さらなる工夫や計画が必要です。また、地元のコミュニティとの協力も欠かせません。持続可能な発展のためには、地元の人々がイベントに参加し、支援することが不可欠です。天神のストリートは、今、 私たちに無限の可能性を示しています。これからも様々なイベントや活動が行われ、この地域の魅力がますます高まっていくことでしょう。私たちはその一部として、この興奮に満ちた旅に参加し、新しい体験を楽しむことを心待ちにしています。ああ、素晴らしい企画ですね。天神がこんなにも平野詳細のようになっているなんて、 ファンにとっては夢のようなイベントに違いありません。まずは、この企画の趣旨をしっかり理解することが大切だと思います。サントリーがこれほど大踊り時的に平野翔さんとコラボレーションを行っているのは、きっと新商品の緑人ソーダの反則が目的なのでしょう。店舗では税込み220円で提供されるこの特別価格は、 地域の活性化と商品の PR を狙っているのだと考えられます。また、SNS の反応を見ると、ファンの方々が大変興奮されていることがよくわかります。店舗での大きな平野さんの看板や、天神のあちこちに掲げられた旗などは、まさに平野ノ賞フェスティバルを彷彿とさせる演出ですね。この盛り上がりは、サントリーが狙い通りの効果を得られているということでしょう。 まずは、この企画の狙いと仕掛けを説明します。新商品の反則と地域活性化が目的だと分析します。そして SN、SNS の反応から見るファンの皆さんの喜びと盛り上がりについて述べましょう。次に、この企画の特色や工夫について詳しく紹介します。平野さんの大きな看板や旗の設置など、 視覚的インパクトのある演出に注目し、その趣向の良さを述べます。さらに、お得な価格設定など、消費者目線でも魅力的な要素についても言及しましょう。そして最後に、このような企画が今後の商品 PR やプロモーションにどのような影響を及ぼすかについて考察を加えます。平野さんのイメージを最大限に活用できる可能性や、 ファンの熱狂的な支持を得られるメリットなどを指摘します。では、あなたは天神のストリートでの食の祭典に参加したことがありますかもしそうなら、どんな体験をしましたかまた、これから参加する予定の方は、どんなことに期待していますかぜひ、あなたの体験や感想を共有してください。久しぶりにこんなに人が集まっているのを見た。 平野さんの人気がすごいんだな。飲食店街を歩く女性は目を輝かせながら語る。まさに、平野翔章の魔法が天神を包み込んでいる。そんな中、SNS では、天神がやばい。平野さんの力がすごいといった興奮の声が次々と投稿されている。平野さんの大きな顔が目に飛び込んできて、つい写真を撮ってしまった。 まるで天神平野章祭りみたい。SNS 上の書き込みから平野の影響力の大きさが伺える。いつの間にか街全体が緑人一色に染まっているのだ。一方で見覚えある場所だ、サントリーが本気だといった声も。何でも以前にも似たようなキャンペーンがあったそうだ。しかし今回は規模が大きく、 人革命への意気込みが感じられる。これほど注目を集めるキャンペーンには必ず何かしらの狙いがあるはずだ。ただ、平野ファンにとってはまるで平野章祭りさながらの光景に魅了されているようだ。素敵です。ついに天神にも進出ですね。ロフト天神に行ったのに気づかなかった。店頭には大きな平野の顔が。まるで、 天神を神の聖地にしようと躍起になっているかのようだ。さて、この人革命はどこまで天神を石鹸していくのか。そして、平野省の魔法はどこまで及ぼされていくのだろうか。ますます目が離せない展開になりそうだ。とはいえ、平野ファンにとっては、まるで夢のような空間と言えるかもしれない。幸せの空間ですね。羨ましい。 今だ終わりを見せない人革命。その先にある平野翔の狙いとは一体何なのか。今後の動向にも注目が集まりそうだ。